第48回日本ダービー気合が乗ります。スタートしました。揃いました。勝つトップペース好ダッシュを見せました。続いてファンドリペンダスもぐんぐん行きました。中からマルゴギフト、アドリアーモン、大阪から鈴木束、マーブル東証、グレートエイトオーナロ、競馬の祭典第48回日本ダービーは5月31日両馬場の東京競馬場に13万のファンを集めて行われました。北野小林がぐんぐん行きまして先頭並んでいきました。3番手鈴木束、4番手グレートエコー、マーブル東証、勝つトップペースなどはちょうど本命のいない戦国ダービーと言われ混戦が予想されましたが、レースは淡々とした流れのまま直線の勝負へ。勝つトップペースが先頭、勝つトップペースが先頭だった。2番手には黄金大帝、黄金大帝が突っ込んでくる。この2頭並んでいる、この2頭並んでいる。あとはマーブル東証、大戸から1頭突っ込んできた。コーラルシー、コーラルシーが追い込んできた。コーラルシーとあと中をついて橋のエース、橋のエースが突っ込んできた。橋のエース先頭、勝つトップペース200を切った。勝つトップペース先頭、コーラルシー橋のエース、橋のエース懸命に外を回ります。1頭突っ込んできた。1頭突っ込んで3エースロンがどんどん追い込んできた。先頭は勝つトップペース、3エースロンが並んできた。勝つトップペース降臨。スタートから好位につけた勝つトップエースが1番人気の3エースロンを花さ振り切って優勝、皐月賞に続き2冠を達成しました。